作戦会議をする、ラインハルト上級大将とバルター・クリューガー中将、ゲオルク・ハンス・ラインハルトは、ドイツの軍人。最終階級は、上級大将。第二次世界大戦中は、軍集団司令官などを務めた。バウゼン生まれ。1907年に、第8作戦第107不評連隊に、士官候補生として配属される。 第一次世界大戦が勃発する1914年までに中尉まで昇進した。大戦中はフランス、ついで東部戦線で従軍。1918年の終戦時は、大尉、第192不評師団主任作戦参謀だった。義勇軍の第19国境警備旅団に属した後、1920年にバイマル共和国の陸軍に採用される。様々な部隊キングの後、 1928年に国防省付となる。1934年2月大佐に昇進し、1937年4月に少将に昇進。1937年10月第一両兵両団長。1938年11月には第四総工師団長に補えされる。同志団を率いて1939年9月のポーランド侵攻に従軍。 その選考により10月に中将に昇進し、さらに騎士鉄十字章を受章。1940年2月、第41軍団長に任命され、5月に始まる西方戦役に従軍、アルデンヌの森を抜けて、イギリス海峡までの突破を行った。作戦中の6月に総工兵大将に昇進。翌年のバルバロッサ作戦でも第41軍団を率いて、 レニングラード全面まで進行した。10月に第3総攻集団司令官に任命される。同部隊は翌年第3総攻軍に改編された。1942年1月上級大将に昇進。赤軍の陶器犯行をよくしのいだ選考により、2月に白洋付き私鉄十字章を受章。第3総攻軍は中央軍集団北翼を担い。 1942年1943年のスモレンスク北方での戦闘、1943年1944年にかけての防御戦を戦った。その戦功により1944年5月に県付白用騎士十字章を受章。しかしその直後の6月、ソ連軍によるバグラチオン作戦で中央軍集団は崩壊し、 ラインハルトの部隊もビチェプスク防衛戦で降伏、あるいは壊滅した。8月、ラインハルトは中央軍集団司令官に任命され、過労うて戦線の立て直しに成功した。同軍集団は1945年1月に北方軍集団と解消されたが、東プロイ戦でソ連軍の突破を許した。作戦方針をめぐりアドルフ・ヒトラーと意見をことにした。 ラインハルトは更迭され、予備役に編入された。1945年6月、ラインハルトはアメリカ軍に逮捕された。ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判の被告人の一人となり、1948年10月、戦争犯罪の過度により、懲役15年の判決を受けたが、1952年に釈放された。 1954年に防衛研究校舎代表に就任し、数多くの覚書を表した。その功績により1962年にドイツ連邦共和国功労勲章第十字章を受賞した。バイエルン州テーゲルンコハンデ死去。ありがとうございます。